ヴィクトル・アマデウスは、最後のヘッセン・ドーテンブルク・ホーハク、びコルバイ・公、ラティボール・公。ヘッセン・ドーテンブルク・ホーハク・カール・エマヌエルとその妻で、リヒテンシュタイン・公、フランツ・ヨーゼフ一世の娘であるレオポルデイネの間の一人息子として生まれた。洗礼名は、大父地でジョージにあたるサルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ三世にちなむ。 ヘッセン・ローテンブルク家の家領は1806年、宗主であり本家筋のヘッセン選帝公領と共に、ベスト・ファーレン王国領に併合された。ベスト・ファーレン王、ジェローム・ボナパルトは、ビクトル・アマデウスを有無を言わせず自分の自重に任命した。ビクトル・アマデウスは、自分が神聖ローマ皇帝の神家であるとして、ジェロームに仕えることを拒んだ。ジェロームに圧迫されたクトル・アマデウスは、 すぐに、ゼロームの兄のフランス皇帝ナポレオン一世の直轄領ザンクト・ゴアールに逃亡した。ナポレオンは、結局、ビクトル・アマデウスをベスト・ファーレン王の進化とする決定を下した。ビクトル・アマデウスは、カッセルのローテンブルク宮殿に強制送還され、国王に反抗した罰金として3万5000ターラーの大金を収めた。1813年7月10日、 ジェロームは、ビクトル・アマデウスを、王族の列に連なるプリンツと認め、国王に対する奉仕義務から解放した。ボナパルト家の没落とともに、彼も、ヘッセン・ドーテンブルク・ホーハク家の家領を回復した。1821年、ヘッセン選定綱領で、中央集権制、立憲君主制への移行が進められた際、ビクトル・アマデウスは選定公政府からの協力要請を拒んだ。 ビクトル・アマデウスは彼、本人や彼自身の財産を拘束しない内容のものでない限り、新たな規則は受け入れられないと考えていた。長い交渉の末、ビクトル・アマデウスは、ヘッセン選定公領内における自身の権力と財産管理権を選定公の政府に譲渡する代わりに、保証として45万ターラーもの大金を受け取ることになった。 ビクトル・アマデウスはすでに1815年、ライン川沿岸の所領であったザンクト・ゴアールとヘッセン・ラインフェルスをプロイセンに活用させられていた。その保証として、プロイセン政府は彼にオーバーシュレージエンのラティボル、公爵領とベスト・ファーレン地方の旧コルバイ修道院とその付属領からなるコルバイ公領を完全私有地という形で与えた。この領地は、 広さ3万4千ヘクタールの規模を誇った。ビクトル・アマデウスは1825年から1833年にかけ、ローテンブルク宮殿の図書館からコルバイ修道院宮殿の図書館に3万6000冊もの蔵書を移させた。ビクトル・アマデウスは生涯に3度結婚したが、男子を儲けることはできなかった。1799年にレオポルディ・ネフォン、 フィルステンベルクシュチューリンゲンと結婚したが、子供のないまま1812年に死別した。1812年にホーエンドエランゲンブルク公カールルートビヒの娘エリーザベトと再婚したが、エリーザベトは一人娘を死産したのみで、1830年に亡くなった。同じ1830年に、ビクトルアマデウスは、 エレオノーレフォン・ザルムライ・ファーシャイト・クラウトハイムと三度目の結婚したが、この妻との間にも子供は授からなかった。1834年に、ビクトル・アマデウスが死ぬと、200年以上の歴史を持つ、ヘッセン・カッセル・ケ領の文法領、ローテンブルガー・クバルトは、本家のヘッセン選定校に改修された。ラティボル校領とコルバイ校領に関しては、二番目の妻、 エリーザベトの最年長の老いにあたる、ホーエンド・エシリングスフィールストケのーシ・ビクトルが相続した。ありがとうございます。